ぎ疲れて電車の中一人になると思い出す夢を語った仲間たち笑顔と汗の時間旅行不安で動けなかったり冗談で笑い合ったり毎日が宝物でしたどうして泣けちゃうの悔しさも次の一歩も幸せに思えるのは夢の途中だからみんなで過ごした日々青空を泳ぐ風緩やかな坂道もただ眩しすぎて本日の宮本花凛卒業スペシャルのために日本武道館に来てくださった皆さん生中継を見てくださっている皆さん本当にありがとうございます。はい、ハロプロエッグに加入してから12年、ジュースジュースとしてメジャーデビューしてから7年、ここまで続けてくることができたのは皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございます。振り返ればいろんなことがありました。まあ楽しい思い出の方がね思い出すんですけど、もちろん、苦しい思い出もいっぱいありました。後輩がどんどん先にメジャーデビューしていってしまったり、メジャーデビューの時に骨折してしまったり、私の体調不良で活動休止をしてしまったり、ファンの皆さんには心配を、メンバーにはですねたくさん迷惑をかけてしまって申し訳なかったなと思っています。普段ありがとうの気持ちを言葉で言うのが恥ずかしくてですね、パフォーマンスで伝えるなんて言っていますが、今日は言葉でも言わせてください。ジュースジュースファミリーの皆さん、私を応援してくれてありがとうございます。そして、こんな変な私に居場所をくれたジュースジュースのメンバーのみんなも本当にありがとう。メンバーのみんなが大好きです。私は、このライブが終わったら宮本花凛として新しい一歩を踏み出して人間もパフォーマンスも磨いていきます。ジュースジュースの宮本花凛を愛してくれてありがとうございました。
本日卒業する宮本かりんちゃんへの思いをグループから代表して私金沢智子が述べさせていただきます。かりんとは7年以上ジュースジュースのメンバーとして共に活動してきました。友人のような家族のような、でもそのどちらとも違うとても特別な存在です。今かりんの卒業に対して寂しい気持ちはないと言ったら嘘になりますが、それでもかりんの新たな一歩を応援したい、卒業を祝福したいという思いはここにいるメンバー全員が同じです。きっとジュースジュースファミリーの皆さんも一緒ですよね。かりんはとても優しい人です。後輩たちにとってもかりんの存在は偉大なものだったと思います。既存のグループに後から加入するというプレッシャーの中で、かりんの柔らかい雰囲気やまっすぐな優しさに救われたというメンバーも多かったと思います。本当にありがとう。そして同期の私たちにも、普通ならちょっと恥ずかしくて直接言えないような褒め言葉や愛ある言葉をたくさんかけてくれました。なかなか素直に喜ぶことはできなかったけど、本当はいつも嬉しかったです。ありがとう。そしてかりんはライブが大好きな人です。今日のこのライブについても、当初6月を予定していた卒業を延期してでも、ちゃんと最後はライブで終わりたいと言ってくれた時、かりんらしいなととても嬉しく思いました。今日という日を無事迎えられたこと、本当に良かったね。改めて卒業おめでとう。明日からのソロ活動の中でも、そんな大好きなライブはもちろんのこと、これまで挑戦してこなかった新しい道にも果敢に飛び込んでいって、かりんらしく邁進していってください。応援しています。そして私たちもかりんに負けないくらい精一杯頑張って、もっともっと成長していきたいと思います。こんな言い方をすると永遠のお別れみたいに感じるかもしれませんが、きっとプライベートでもお仕事でもこれからちょこちょこと顔を合わせることになるんじゃないかなと思っています。その時はこれまで通り仲良くしてくれたら嬉しいです。ジュースジュースファミリーの皆さん、これからもジュースジュース、そして宮本かりんの応援、よろしくお願いします。